配布したプリントの方にも書いておいたんですけど、平等武装の風景画ということにおいて、まあ、この人ですね、大体まあ向こうの人はこの辺りが跳ね上がるのが多いですから、よく似た顔になってしまいますね。それからしっかり髭を蓄えてますから、画像見てもこんな感じにはなってしまうんですけど、これが武装さんの、肖像画の肖像写真ですね、肖像写真なんです。彼はですね、あだ名がありました。彼に対するあだ名は螺旋の大学って呼ばれた。螺旋の大学ですね。それで彼はまあ、もちろん絵描きさんはですね、みんな若い頃はほとんどの人がサロンに認められる、られようとして出品をするわけですよ。で、出品をしてそこから一歩一歩のし上がっていくっていう、そういう活動をするわけですけども、ルソーもやはり最初からです、風景を描いて、そして出品したんです、ね、ところが何回出しても落とされてしまう。で、何回出しても落とされるどころかですね、お前の絵がもう一生サロンに優先させてやらないっていうぐらい審査員に非常に嫌われてしまったわけなんですね。それでね、それがまあ結果的にはね、革新的すぎると、他の人がやらないようなことを先にやっちゃったんだからっていうふうに今は言われています。で、何が革新的すぎたのかっていうことが問題なんですけれどもね、この螺旋の大画家と呼ばれる理由、意味はどこにあったのかということをちょっと見てほしいんですね。これがですね、こういうタイプので、ちょっと暗くしますね。これが審査員たちから徹底的に嫌われてしまったっていう絵なんですよ。まあ、ちょっと山の奥の方の川の流れですよね。まあ、秋の葉っぱみたいな感じがしますね。これはね、セント・ヴィンセントのバリですか、谷ですよね。手前に谷があって、遠くに円形に山が見えている、そういう風景画です。これはですね、まあ、この時は大涌谷か、ちょっとこう、しらったけどような、異様が出ているような、そんな感じの岩場を描いたものですね。それから、コシル、まあ、峠かな、から見たモンブラン、落雷だけ入ってあるのかな、その辺は分からないんですけど、油彩キャンバス、145×240cm ですから、相当大きな風景画ですね、風景、モンブランを描いたわけですね。でね、これらの絵を出し続けたんですけど、うまいの絵はダメだ、もう絶対に優先させやんねえからなっていうぐらいに、10年以上落とされてしまいました。これらの絵がなぜそんなに問題だったか、ということをちょっと考えてみてください。どこがいけなかったんだろう、なんで審査員に嫌われちゃったんだろう。カメラさん、どう、なんでこの絵が嫌われたんだろう。人間っぽいところがない。人間っぽいところがないっていうことはどういうことですか。建物とか、が小さな人物入ってないね。確かにそれはね、人物入れなきゃいけないっていうルールはあったけど、この時にはもうそれもだいぶ少なっていたので、人物になっても、それが理由ではないです。他に何か思い当たることないですか。なんでこの絵がね、当時の、まあ、年寄りたちというか、お偉方からですね、喪失感を食っちゃったのかということなんですよね。今見たら何が問題か分かんないでしょ。そこなんですよ。実はですね、これは以前にも言ったと思います、サロンから拒絶されたのはこのことなんですよ。嘘、見えるままに描いたわけです。風景を見えるがままに描いて、結構ね、荒々しい感じで描いてるでしょ。で、シビアな感じの描き方なんですね。で、それはね、下品だよって言ったんですよ。見えるがままに描くこと、そして生々しさをね、生々しい風景
景を描くかっていうことは、それはね、あまり下品すぎちゃって、絵画の絵描きがそこじゃないんだよっていうふうな考え方をされました。これは東洋でも同じようにずっと言われてきたことです。見えるがままに、つまりあまりにもリアリズムに徹するということは品がないんだよ。絵画というもの、美術というものはまず品を持たなくちゃいけない。それがアカデミズムの世界なんですね。だからそこに入れてくれないわけです。まあ、しかし逆に言いますとね、バルビジョン派の中で最もその様式、スタイルと精神を代表するのはテオドール・ルソーであろうと。で、なぜかといえば彼は最初の純粋に自然主義的な風景画であったという。自然が持っているその、ビジョンというかな、それをそのまま受け取って素直に表した人なんですよ、ね、それが実は嫌われちゃったんですけど、切りすぎて嫌われちゃったんですけれども、でまあ、彼は結局ですね、いじけてしまいましてですね、ルソーはいじけてしまって、そしてバルビゾン派にこもっちゃったんです。引きこもっちゃったということなんですね。パリでいくら頑張ってももう落とされ続けちゃったので、もう嫌になっちゃって、俺も嫌だということで、バルビゾンの村に引きこもって、細々と絵を描いていくという、そういう形を。でもまあ、制作は続けていたんですね。でしばらくしてからですね、いろいろとね、彼を理解する人も出てきたりなんかして、結果的にね、1948年になりましたよね、まあ、革命政府ができたんですけども、ルソーさんに対して、我々はあまりにも、申し訳ないことをしてしまった。あなたは実は素晴らしかったんだと。ということをですね、彼は気づいて、革命政府より名誉を回復されたんですよ。そういうことがあって、最後は彼はね、少しも気持ちが晴れたということなんですけど、ずっと長い間をね、お前は下品でダメだということで、全然評価されなかった。そういう人でした。まあ、ここまで見てきたように、フォロー、ミレイ、ルセ、まあ、そうですね。この3人というものは、バルビゾン派の有名な 3人なんですけど、中身は全然違いますよ。それぞれ違いますよ。そういうことなんですね。バルビゾンはそういう人たちの集まりだったわけですね。あともっと美しい風景画というかな、描いてる人は結構いますから、またそれはどっかで自分で探してみて。